マリシアス・フォールン。ハロエバディ、リョウです。はい、というわけで今回は単発実況マリシアス・フォールンやっていきたいと思うんですけど、このマリシアスってどういうゲームかって言いますと、実はプレイステーション3でかなり前にマリシアスってゲームが発売されてて、でその時からずっと気にはなってたんですけど、当時家にネット環境がなくてダウンロード版を買うことができなかったというわけでプレイできなかったんですね。で今回このマリシアスフォールンがプレイステーション4で発売されたということで、これやっていきたいと思います。意外とね、実況されてる方ほとんどいなくてね、まあそれじゃあちょっと紹介も兼ねてやっていこうかなっていうことで、いきなりパンチ出してて申し訳ない。もういきなり初っ端からパンチ出してて本当申し訳ないんだけど、とりあえずやっていきたいと思います。とりあえず操作の練習とかはまあちょろっと済ませてあります。まあちょろっとだけね。それじゃあまあ早速やっていくんだけど、もう一回ストーリーモード最初から始めていきたいと思います。それでキャラクターの性別選べるんやけれど、まあ男子と女子選べるけど、男子のデザインがあんまり好みじゃなかったんで、とりあえず女の子の方でやっていきたいと思います。おっさん、おっさんいっぱいで、おっさん何人出てくんの。怒りの魂をよくぞ参られた。こたびあなたをこの世界へ呼び出したのは、間もなく訪れる最悪マリシアスを打ち滅ぼす討伐者となっていただくためだ。我らが秘術の結晶魂の器と灰の外縁は、最悪落ちための器、いわばあなたの分身だが、しかし力の組み込めていない今の器ではマリシアスに対抗しうる存在にはなれない。その器に宿るべき力が未だ変換されておらぬためだ。先の討伐者京王と家臣たちが役を蓄え、討伐のため授けた力を我が物としたままなのです。我らは次に訪れる危機を説明しましたが、かやつらに力を変換する意思はありません。かくなる上は先の討伐者力の保持者を打ち果たし、あなたの力を強固なものにして魂の座を万全にせねばなりません。まずは力の保持者たちを倒して、かやつらの持つ力をあなたのものとし、来るべきマリシアスの決戦に備えてくだされ。あなたの写しみたる魂の器の扱い方や倒すべき存在、この世界について聞きたいことがあればいつでも尋ねてくだされ。では頼みましたぞ。はい、ということらしいね。じゃあまあ早速やっていきましょうか。それでチュートリアルはもうこなしてあると。で男子と女子両方でやったんやけど、女子の方が微妙に動きが早い気がする。でちなみにこのおっさんに喋りかけるとコスチュームを変更することができる。でこれさっきのタイトルメニューで着てた JK 服、まあ JK 服でやっていこうかな。それでここでいろいろチュートリアルとかこの世界観についての説明とかをしていただけるんだけど、もうそこもいい。それじゃあ早速戦っていこうか。でこのオブジェに触れることでステージに飛ぶことができるんだけど、攻略する順序っていうのは完全に自由らしいね。まあそれはいいことなんだけど、とりあえずここからやっていこう。英雄凱旋広場、それじゃあやっていきたいと思います。さあロード画面ぐるぐる回ります。ぐるぐる回っていく、ぐる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 回っていく。カメラ目に寄りすぎやからな。ほんでカメラ目に寄りすぎよ。さあ来ました。まあこういう感じで敵がいっぱい出てくるわけですよ。あとね、言い忘れてたけど、このゲーム全編ボス戦です。もう全編ボス戦、もうダンジョン攻略とかそういうのなしで、ほんまにもう全編ボス戦しかないゲームです。でこいつが最初の敵だね。でも普通にボスと戦ってもダメージは全く入らない。で左上にある数字がオーラってやつで、オーラは雑魚敵を倒すことで得ることができる。
で L1 ボタンを押しながら攻撃するとオーラを消費して攻撃できるんやけど、その状態しかボスにはほとんど攻撃力は通らないと。敵が群れてるところをオーラを使って一気に叩くと全部周りの敵が勝手に死ぬと。それでチェインが入っていっぱいオーラが入ります。さあオーラ状態を使って敵に攻撃を当てると、上見てもらったモーターは分かると思うけどダメージが入ってくるわけよ。こういう感じでダメージが入っていく。もう操作のボタンの設定変えたからさ、ちょっとやりにくい、逆にやりにくいよ逆にやりにくかったわ。めっちゃニーヤ、めっちゃニーヤやん。よっしゃー、今大量に入ったね。5000も溜まってきた。おお、痛い痛い。で今画面の端にヒビ入ったと思うけど、ヒビが入るとまあ体力減ったよっていう意味で、見てもたら分かるけど左腕なくなってんな。左腕なくなったり、こういう感じでパーツが取れてきたらオーラモードで丸ボタン長押しで回復できると。あ違う違う、ちょっと待って、間違えた間違えた、違うわ、ボタン変えてるからこっちやね。今のでまあ一応回復はできたんやけど、ちょっと分かんにくいな、分かんにくかったわ。全然うまいこと動けてない、 うまいこと動けてない。おーやばい、あえいでる。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれや。ちょっとだけ待ってくれ。よしよし、いいとこ入った。おっと体力が少なくなってくると敵さんも本気を出してくると、コメントが出てこんかったすまん、コメントが出てこんかった。いいところでコメントが出てこない男。よし、頭を狙っていく、頭を狙っていけ。いいよいいよいいよ。ちょっと待って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 
残り4つの力の奪還、油断なきよう頼みましたぞ。ちょっとあのパンチラがさ、ちょっと自重してほしい。じゃあ次どこ行こうか。今んとこは王と直腕空中戦艦、それと忘れられた図書館、それから王宮最上層部。ここは多分絶対最後やろ、絶対最後やろ。旧決戦場大防壁、どこもむずそうやけど、まずここおもろそうやから行ってみようか。それじゃあここで、はい、カメラ寄りすぎ。お、なんかすごいとこ来たぞ。またさっきの騎士がいっぱいおるやん。遠距離マンもいてんのか。お前そのメガネよ、ダサいな。ダサいぞお前そのメガネ。おしゃれでやってんか知らんけど。おっと、ロマンの鬼が出てきたぞ。お前ロマン、お前ロマン成分強すぎるやろ。マジかマジか、これは燃えるわ。ほっほっ、おおや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 、ちょっと待ってくれ。そういうやつかい。硬いな、なるほど。やっぱ強、敵は硬くなっていくわけよ。硬くなっていくわけだわ。さあどんどんオーラを貯めていく。さあオーラをどんどん貯めて、オーラ貯めな、ほんま何もできんからな。おい、でっかい大砲あるぞ。これ壊せんの。いや壊せるわけではなさそうやな。よしよし、お、なんか新しい敵おった。あ、やばいやばいやばい、割れた割れた。どっかパーツ外れたな今。回復、こ、貸し具貸し具、ついてこれるかこの動きに。おい、やばい、ついてこれるかこの動きに。当たってない当たってない。よしよし、攻めろ攻めろ。やばい、こいつ硬いぞ。さっきのやつよりはるかに硬い。ほっ、ねやろ。さあロックを解いて、ロックの解き方がちょっと若干ややこしいね。ああ、いや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 、回復は、あのね、ダメージ受けると服まで破れていくってすごい変なとここだわってんねんなこのゲーム。おっとっと、当たるか。おら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 、無駄無駄。もうとっさにもう本能的に言うてしまうよね、ああいう場面で。本能的にあのスタープラチナが出てくるから、もう俺の後ろのスタープラチナが勝手に喋り出すからさ。よし、コンボもちゃんと使っていこう。カメラワークちょっと酔いそうやな。ほっ、さあオーラを貯めて、オーラを貯めて、オーラを貯めて殴っていく。あの装備かっこええな、お前かっこえすぎるわ。その男のロマンが詰まってやがるぜ。おら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 、うるさいなうるさいな、さすがに自重するわ。うちマンションやからさ、マンションやからさ、うち。ほっ、ちょっとあの丸っこいやつ倒していこう。ほら、おら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 、よし。スタープラチナやがましいから。やばい、攻撃が来る。ガトリング槍が、ガトリング槍が、あの槍欲しいわ。ダクソで欲しいわ。ダクソで欲しい。いや、ブラボでも欲しい。ブラボ2で出るよ。ブラボ2で出る絶対。あの槍、ガトリング槍は絶対出る。そう信じてるから。おら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 、おいしい。ちょっと待って、ちょっと待って、回復回復。よし、当たるか。ちょっと当たった、ちょ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 、かわしていく。ほらほら、またダメージが。お前を倒すまでは今回は終わらんぞ。今回は貴様を倒すまで終わらねえ。オラオラ発動せえへんな。まだ半分も減ってないか。強いな、さすがに強いか。オラオラ、
オラオラ、あ、オラオラ出かけたのにな。お前仲間蹴飛ばしすぎ。お前仲間巻き込みすぎ。オラオラ、あ、なんか巻いた。爆弾巻きやがったあいつ。くそくそくそ、回復。オラ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 、やばいやばい、まだ来る。なんか飛んどるって。魚雷が。オラ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 、割れろ盾。よっしゃ、お、なんやこいつは。どうなんねや、変形すんのか。ロマンの、お、飛んだ。うわ、かっこよすぎ、かっこよすぎ。かっけー、かっけー。うわ、痛い。ちょ、お前かっこよすぎやって。お前もう、お前に乗りたいレベルよ。これロボット系やったら、お前確実に主人公やね。主人公機やん、完全に。オラ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 。お、やばいやばいやばい、ババババズズ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 ズ。お前仲間って、お前仲間とは何だったのか、仲間とは何だったのか。オラオラオラ、空中オラオラ。スタープラチナさんのお怒りだぜ。もしかしてオラオラですか。かっこよすぎるわお前。と思ったら、またどっか行くの。いや、帰ってきたの。ここはこれか。よし、撃て撃て撃て。こいつの存在忘れてた。かわしかわしかわして、かしかして。おうおう、なんだな、今のバリアみたいなの貼ったの。よし、オラオラ。おう、盾壊れた、盾壊れたと思ったら中から大砲が出てきやがった。お前バカか。お前そういうやつかい。オラオラオラ、打ち合いよ、打ち合い、この熱い打ち合いよ。熱いな、しかし熱いの、このゲーム熱、ちょっとやけどしそうなぐらい熱いわ。もうほらほら、もうカメラワークかっこよすぎやね。カメラワークのかっこよさよ今のところの。あ、くそ、ちょっと待て、ここはやばい。でっかい大砲が狙ってるから、でっかい大砲が、少女を狙うでっかい大砲へ。下ネタ言うてた、ほら怒られるわ。下ネタ言うた瞬間ツッコミかけてる。もう騎士道精神に溢れとるわ。勝てるよこの戦い。な、やばい。それがちょっとええねんって。もうええ、さすがに開けてきたわ。さすがに開けてきたよ。ほっ。やばい、慣れてないんだから、もっと手加減しなさい。あなた狙ってるって。くそ、オーラがもうほんまにないな。行ってくれ。学生服効果でオーラは回復するけど、やばっぱ。おい、くそ、そういうのあるかよ。フルコンボやないか。お前回復。そしてすかさずオーラを貯めていく。いろんなアクションゲームやってきてんだ、こっちは。今さらお前なんかに負けてやる道理はね。よし、オラオラオラ、外していく。オラオラ全弾使っていく。オラ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 、しゃい。あ、次まだやんのか。第二形態とかそういうやつか。うわ、お前頑張ったな、頑張ったわ。その頑張りは評価してやるわ。タイム DSS B か。新たな形態ウィングやってよ。羽へえ、高速移動中に触れた敵を攻撃する。新たな技、エア連続ジャンプが最大6回に強化、対空時間で長く空中にとどまることができる。へえ、結構いい能力やったね。意外と飛行系の能力やったっての。もうちょっと槍とかさ、盾とかそういう系かと思ったら、お前羽かよっつう。はい、カメラ寄りすぎ。はい、
というわけで、まあ、パンチだよ。ほほう、なかなかのものですな。翼の力の保持者を打ち滅ぼしたことで、カエツの力が器に取り込まれ、肺の外縁大きな翼と化すことができますぞ。へえ、これいいな。移動中に、あ、まだ喋んねんな。その器に宿りし、新たな力を持って他の3つの力の奪還も抜かりなきよう。やってよ。もうパンチラですからね。ちょっとパンチラ見たい、みんな。こうですね。ちょっとやめとく。さすがにかわいそうよ。かわいそうになってくる。はい、というわけでマリシアスホールン今回やってまいりましたけど、今回一応単発で出すつもりなんですけど、もしね人気が出たりっていうことで、まあ、続きやってほしいなっていう声がありましたら、続きの方もやっていきたいと思います。いや面白い。あ、座んねんな、座んねん。わざわざその自分からパンチラン見せていかんでいいから、サービス精神旺盛やなこの子。まあマリシアスホールめちゃくちゃ面白い、マジで面白い。というわけで今回も、まあ、実況は続きまだやっていくか分からんけど、とりあえず、あ、足パタパタ可愛いね。まあ、続きも、まあ、個人的にでも実況でも、まあ、やっていきたいと思っておりますので、よろしければ、まあ、皆さんもねマリシアスホールぜひやってみてください。というわけで今回も最後まで見てくださった方どうもありがとう。 See you next time. バイバイ。